イニングポスト9 2021。あ、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。ウィニングポスト9 2021ライブ配信始めていこうと思います。今回からいよいよ2011年が始まりますね。1月1週からです。いつもの通り、Twitch で配信を行ってます。Twitch アカウントフォロー、リポ、チャットコメントお願いいたします。Twitch プリーズ、アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブは2日後、YouTube で21時、6日21時頃からプレミア公開いたします。ぜひアーカイブでもご覧ください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。 This Live Archive Upload My YouTube Channel Today's After Premiere Live My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド And Good Button Please。 Twitter X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。Twitter X My アカウント Please Follow リポスト and Good ボタン。はい、では始めていきましょう。1月を一周ということで、2011年が始まりましたね。ルーラシップか、これ3歳馬だったよな。前年はダービーしか取れなかったけどね。でも海外に行ってっていう感じか。ルーラシップってどんな活躍したんだ。これかルーラシップ。まだ G1 5勝しか取れておりません。そうだ、秋天取ってハリウッドダービー取ってたから、まあダービーしか取ってないのにこれ年度代表馬って違和感あるよな。違和感を感じざるを得ません。ひとまずまあ調子はいいんで始めていきましょう。クラブはご覧の通り。おっと、伊坂さん大喜び。当選上段がボロも大稼ぎしましたね。19戦3勝ながら総賞金がもう6億円。 それでいて一口価格が5億なんで安いですね。他、凱旋リベンジ、まあ3周年ですが、高松さんとか、あと凱旋ヘルシオが安定して稼いでくれる天本さんとかは嬉しい感じです。募集馬は、一番凱旋フェムがダメだよな。これ名前変えられないのかな。ダメだよな。ここでもう名前を変えるってできないよな。入球するまでは変えれるようにすればいいのにって思ったりする。伊坂さんがジャスターウェイを購入しております。他はまだ動きないですね。
はい、では始めていきますか。金牌からです。まずジュニアカップは3歳のオープン特別でクラブ馬ホエールキャプチャーが出ております。ホエールキャプチャー一番人気ですが、そこに立ちふさがる中山ナイトという構図です。ダイジェスト、中山3歳オープン特別ジュニアカップ芝 1600m マイル戦です。さあいよいよ直線の攻防、デュアローゼ先頭、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度はホエールキャプチャー、ホエールキャプチャー、これは楽勝だ。ホエールキャプチャー、この馬で決まりか。ホエールキャプチャー1着、ホエールキャプチャー完勝、2着は中山ナイト、3着にクレスオール、これは桁外れの強さだ。ホエールキャプチャー何も心配はいりませんでした。しっかりホイールキャプチャー勝ってくれましたね。中山金牌、天のアラフォー登場、一番人気グリグリです。アクシオンが出ておりますが、さあ金牌で完敗となるか。スマートギア、ダイジェストいきましょう。中山 G3 日刊スポーツ賞、中山金牌、芝 2000m です。4コーナーをカーブして、もうぶっちぎりですね。アマノアラフォー先頭、持ったまんま。残り200m、アマノアラフォー後続を大きく引き離しました。さあ詰まりません。後ろはどうだ。2番手は凱旋メタボ、アマノアラフォー。凱旋メタボは頑張った。段違いの強さです。2着は微妙です。アマノアラフォー見事1番人気に応えました。さあもういい加減飛躍してほしい。あでもまだ4歳か、アラフォーは。見ないでおきますね。出る。あ、京都金牌出る馬いないんだ。スマートギアとライバル関係です。はい、買います買います。結構持ってますか。ビホルダーか、いいな。ビホルダーいいじゃないですか。でもどれが一番走るんだろうな。ビホルダーとトレブが互角ですよね。ここでネット競馬というネットのあれがあるじゃないですか。トレブすごいな。凱旋門賞取った上にサンクルー大賞、ベルメン優勝。あ、しかもこいつ凱旋門賞2連覇だよな。何これ、フランスオークスから始まって、日本に来るのこの馬。あ、北サンブラックをつけましょうとか言ってるけど、これはうちが買うしかないだろう。もう一頭の候補、ビホルダーはどうでしょう。ん？あれ？作動しない。なんで？あれ？ビホルダーが映らない。なんでだろう。しゃあないかな。自力で検索するわ。
ビホルダー競走馬ですね、ビホルダーの競馬はなんと G1 11勝、まあ6歳まで走ったからな、ただ牝馬限定がちょっと多い気はするな。ダート馬ですねこの馬、ゼニアッタステークスとかブリーダーズカップディスタフとかか、どっちがいいんだろうな。まあ堅実に走ってますし、これデビュー戦のみなんですよね、レーン外してるのは。あ、ごめん、もう一戦あったオグデンフィリップスステークスっていう2014年に走ったレースが4着だ。ブリーダーズカップディスタフって、ね、これ1着1着取ってるし、2回取ってるし、ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズも取ってますからね。まあアメリカを出ることはほぼなくって、ほぼダートばっかりのレースだよな。特にやっぱり6歳が強い、まあ、どの年も強いよな。2012年から2016年まで5年連続で G1 取ってるんだよ。まあその代わりちょっとアメリカにとどまってしまってるっていう感じはあるな、ビホルダーは。だから俺はトレブ買います。やっぱり凱旋門賞2勝馬ってすごいよな。まあ アメリカの牝馬限定避ければいい話だし、これ走った馬アラフォーだけか。アラフォーはもう次、あーでも2200は長い、マイル戦の方がいいです。ちょっと疲れが溜まってんな。じゃあ次はまあ京都記念はあれなんでどうしようかな。ダートはダメだな、まあ、ここでもいいんだけど3月でもいいかな。中山とか凱旋赤壁いるけどまだ出てないから、ここ行きましょう。凱旋赤壁確か安定はしてるけど、ここでやっぱり実績上げないと先がないです。車配とか毎日配取ってるんだよな。だからまあ NHK マイルカップ2着とかだからな。
ょっと絆コマンドちょっと打つか。拾いやす。違うな、今ではない。あとは12月4週出た馬の中はいろいろ考えないと。 iPhone はまだ2勝なんで優先度を高くしてローテを決めないといけない。マイル、芝マイルか。そうなんですよ。あ、ハウルが出てる。選球はちょっと長い。初音ミクがいる。けど戦機いる。これかな。でも送り人がもう出てるとか。枠がだいたい埋まっちゃってんですよね。竹豊か。で、スマートファルコンが、スマートファルコンはもういいのか。条件満たしてるからな。ブラックキャビアが8勝。これももう完全に切り札確定した。花盛りが、まだ勝ってないが、佐賀記念。これは予定通りだな。オルフェーブルが、支配は妥当だし、方のツイッターは、まだ G1 勝ってない。ホープフルは惜しかった。王権ブルース3は何としても頑張らないといけません。次ってどのレースだっけ。3月4週だろ。もう行くしかないや。投手あげろ。あと1勝なんだ。頼む。山のつぼみですね。はこれからということで。ニコニコは長距離戦。まあでももう発症してるんだよな、実は。送り人は、送り人も9勝してる。ブーグはまだかな。いや、10勝してるんだ。なんでこの辺はいろいろあんまり考える必要はない。優先度は下がってまいります。ループなんでまず G1 取れてないんだ。このスピード B なのにな。先進力も高いのになんで取れないんだろう。ダート馬か。牝馬だよな。牝馬限定に出してもいいが。調教方針を、うわー難しいな。でも勝負根性だからひたすら前にスピード重心変更。お、外線で騎乗。スバルステークスです。クラブ馬凱旋ときっかけと凱旋フィートが出走です。まあ、軽くこのレースは行きましょう。メストラーレとか
ダイジェスト、京都オープン特別スバルステークスダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エーシン G ライン先頭、残り 200m、 テスタマッタ追い上げてきた。テスタマッタ先頭です。このまま押し切るか。テスタマッタかわす。テスタマッタ1着、2着にはどうやら9人気応えたか。3着に凱旋と聞かけ、テスタマッタ見事1番人気に応えました。凱旋ときっかけが3着、凱旋ヒート4着となりましたね。次です。フェアリーステークスもクラブ馬2頭、凱旋できぞ、凱旋ルクエの2頭です。ただ人気はドナウブルーが圧倒的ですね。グリグリとなっております。で他オペラサーチやオリーブコジーンが人気ってとこです。さあ、ダイジェストいきましょう。中山、3歳牝馬限定 G3 フェアリーステークス芝 1600m のマイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ドナウブルー先頭、残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。大外から一気に凱旋ルクエ、2番手は凱旋ルクエ、ドナウブルー、ドナウブルー1着、2着にはルクエの方だ。凱旋ルクエ、ドナウブルー見事1番人気に応えました。結構接戦でした。そして新山記念クラブ馬ロードカナノは出走1番人気、これはグリグリでウィンバリアシオンですとオリーブ戦艦と続いている感じですね。3番人気がタイムリーバイカとなっております。ダイジェスト、京都3歳限定 G3 日刊スポーツ賞新山記念芝 1600m マイル戦です。さあ直線に入りました。これからの勝負、ロードカナロア先頭、後続を引き離しにかかる。タイムリーバイカ懸命に追いすがります。残り 200m を通過して後続は大きく離れた。外から一気になんか来た、ウィンバリアシオンだ。迫ったが返せません。2着はウィンバリアシオン、3着にグリーナヘルプ、1番人気に応えました。ロードカナロア見事です。うん、さあちょっとあの出走のレース増えて、ハウルと初音ミクが出走ですね。初音ミクは5勝か。まだ初音ミクなんか寿命を考えないといけない頃かな。ハウルこれって大丈夫なのかな。あ、芝だから金札確定してるわ。ハウルはもう今年いっぱいは確実です。フェイトトゥルース、そばにいるよ、頑張ってほしい。あ、レース出てないのか。そうなんだ。138はいいな。え、送り人が137なんだ。送り人強かったよな。だからこの数字になる。え、これって世界での数字だろ。歴代でまあアグネスデータが2位とかに入ってますが、140の壁超えてる馬みんなすごい馬ってことか。まあ、アドマイアドンとかも入ってるけどね。ウンケンブルースリーも131なんだけどな。シュリス・デゼーグルが131だからやっぱり強いよな。アマゾンビとかセクレタリアートが一番トップか。ハウルは最上位、楽しみです。日経新秀杯は型のフェイト、京成杯は
オーシャンブルーですね。出ないのか。新山記念、これは新山記念。ウィンバレー州の追い込みがすごかったですね。少しお待ちください。はい、お待たせいたしました、はい、では、再開しましょう。ネクスト香港スチュアーズカップ、アマノハウル一番人気。レーティング見ていきましょう。これアマノハウル絶対とは言えないよね。安心はできません。ではレースです。シャティン競馬場 G1 香港スチュアーズカップ芝 1600m をマイル戦です。アマノハウルが出走いたします。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ先行争い、アマノハウル前に行きそうです。ノベルアルキー、それに続いています。さらにはティムズグレイ、無敗のリタラリーゴリムスキー、その後ろノベルアルキー、先手を取りました。先手までは取らない、そのうちに続いています。逃げまではしない。その後ろにチャーターデザイン並んで、1番スティッキークイックリー、すぐ後ろにラッキーナイン、ピンクの帽子インフォメーショングローリー、その後ろプラウドインタレスト、この馬もこのグループ、内からはマーチングウィッパー、その隣にガーベイホリー、内からはマリンプレアレス、最高方位グロリアスデイズ、
ここまでほぼ平均ペース。さあ後位につけております。さあ先頭はビタラリーゴリムスキー、ノベルアルキー、ほとんど差がありません。間を挟んでチャーターデザイン、3番手、日本と世界、意地のぶつかり合いだ。さあここからどうなる。先頭は追い出したアマノハウル、外から勢いよくアマノハウル先頭、ノベルアルキー懸命に追いすがります。さあなんか外から来ているぞ。アマノハウル意地を見せる。2番手はラッキーライン、でもさあ詰まりません。先頭押し切りました。1着でゴール、2着はラッキーナイン。なんか首足を使った、見事な勝利を収めました。アマノハウルまさしく日本が世界に誇れる馬です。抜け出してそのまま押し切りましたね。12個目。もちろんいいえ。センテナリースプリントカップ、天野初音ミク1番人気、投手も燃えております。110点台が多いですね。唯一120点台ですが、だからといってロケットマン強いよな、嫌な相手だ。マイクロガバナーもいます。さあ武豊頑張って乗ってほしいレースです。シャティン競馬場 G1 センテナリースプリントカップ、芝 1200m 電撃戦です。さあ天野初音ミク、短距離戦の後継者みたいな感じですからね。後継者言っても5歳だから、後継者じゃないか。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スタートも結構鍵になる。これは好スタート、まあ、まあかな。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくフィッシングウィッパー、致命的ではないっていう程度かな。続いて前へ行くのはユースナッシング、さらにはヤーンユニオン、古豪、マイクロガバナー、その後ろ先手を取ったのはフィッシングウィッパー、これに続くのがクレディターベルズ、ロケットマン、そのうちに続いています。少し離れてパーラージェットスキー続いています。その外にベストジュニア、中段やや後ろっていうところですね。さあ上がっていった。直線コースに入りました。日本と世界一のぶつかり合いだ。ここで先頭に立ったロケットマン、外から勢いよく天野初音ミク。さあ先頭に立ったのは天野初音ミク、まだロケットマンが抵抗している。天野初音ミク、さらに足を伸ばす。抜け出したかな。2番手はロケットマン、天野初音ミク、抜け出しました。勝ちましたね。1着、2着はロケットマン、3着にリタダリーカンディア、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。6勝目です。初音ミク、まさしく日本が世界に誇れる馬です。あと2勝。いやロケットマンちょっと怖いなと思ってましたので、勝って嬉しいです。続いて大井競馬場 TCK 女王杯、天野ラキスタ1番人気です。2番人気がエルガンドリア、東北美人、あとストップザエシルあたりですね。先方は、逃げかダイジェスト、大井競馬場 JPN3 TCK 女王杯、牝馬限定ダート 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野ラキスタ先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m を通過して、後続は遥か後方、2番手はエルガンドリア。さあ詰まりません。ぶっちぎりだ。この馬で決まりか。天野ラキスタ今ゴールイン、段違いの強さです。2着は微妙です。勝ったのは天野ラキスタ。もうラキスタ5歳なのか。スピードはあるのに B とか A だろうな。菜の花賞天野フィッツ登場1番人気となっております。伊坂さんの手全部20丸、大盛り大取りバーディーが続く感じですね。桜もいるな。桜バハミア、七
ひとまずダイジェストです。中山3歳1勝クラス菜の花賞芝 1600m をマイル戦です。さあ直線に入りました。これからの勝負、東海ガイド先頭、一気に先頭へ。アマノフィックス先頭だ。2番手はオートリバーディ、アマノフィックス差を広げる。アマノフィックス、うん、1着アマノフィックス完勝、2着はオートリバーディ、3着に東海ガイド。これは桁外れの強さだ。アマノフィックス、グッとくる。まあスピードはあるってことですよね。 A ぐらいあるんじゃないかな。カーバンクルステークス、カレンちゃんです。1番人気、オープン特別か。すでにもう5勝上げてますが、まあ、これからでしょうね。天幕ライが立ち下がります。まあ、本当はここで終わっちゃいけないのはカレンちゃんですが、馬娘にもなってんだから頑張ってということで、ダイジェスト、中山オープン特別カーバンクルステークス芝 1200m の電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。抜け出しそう。デンマーク大先頭、残り 200m を通過して、先頭は変わってカレンちゃん、2番手はデンマーク大カレンちゃん。最後はぶち切りましたね。カレンちゃん今ゴールイン、段違いの強さです。2着はデンマーク大、3着に三王チグサ、これは桁外れの強さだ。カレンちゃん、まあ、オープン特別だからな、こんなとこで終わったらいけないですよね。まあ、まだ4歳になったばっかりなんで、これからの前ですよ。そして片野マイガールが新馬デビューとなります。 1.7 倍、ダントツを1番人気。ダントツではないか、オスミデイズもいるかな。印はすごいな。伊坂さん除いて全部20丸。父ソングオブウィンド、母シーキングザパールとなっております。まあ、オスミデイズぐらいだろうな、ライバルは。じゃあダイジェストいきましょう。京都3歳新馬戦芝 1600m、 片野マイガールメイクデビューです。さあ直線に入りました。これからの勝負、片野マイガール先頭、あと 200m、 後続は遥か後方、片野マイガール先頭です。このまま押し切るか。2番手はオールフレーム、片野マイガール今ゴールイン、段違いの強さです。2着はオールフレーム、これは桁外れの強さだ。片野マイガール、うん、期待できるスタートを切ってくれました。片野マイガールいいんじゃないでしょうか。ソネキ州の元ネタの人なんか逮捕されましたね。日経新春杯です。片野フェイトが1番人気、アマノトゥルスも6番人気でいます。クラブ場はアパパネが2番人気となっています。さあしかしアパパネの方が本心は20丸ですね。トゥルスもいるけどな。で、テンマグラビ、マイルキッズを不気味ですよね。さあ、これ山のトゥルスは先方を変えられます。先行策で行ってみましょう。ライデスト京都 G2 日経新春杯芝 2400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋マー君先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。残り 200m、 先頭は変わって、あでも飲み込まれたマー君が外か、なんだあれ。片野フェイト、ベストメンバー、ベストメンバーだ。1着2着はアパパネ、3着に片野フェイト、見事に勝ちました。ベストメンバー、なんとは波乱ですね。ベストメンバー5番人気か。
ノーマークでした。マンカフェ3区次です。愛知杯天のそばにいるね、一番人気 2.2 倍。グリグリとなっております。ではダイジェストいきましょう。中京 G3 愛知杯芝 2000m です。牝馬限定じゃなかったかな。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マザーサーテン先頭、外から勢いよく西のアーティクル先頭、あと 200m、 ここで先頭変わって、さあそばにいるが先頭へ。2番手は西のアーティクル、天のそばにいるね、差を広げる。勝ちました。天のそばにいるね、1着天のそばにいるね、完勝。2着は西のアーティクル、3着にベルズトゥース、天のそばにいるね、見事1番人気に応えました。まあ、57キロハンデもかかわらずしっかり抜け出して勝ちました。直行きゴルシ熱発か。さあ、アメリカへに、アメリカや海外 G1 2レース、川崎記念はゼニアッタと天のキャンキャン、他 AJCC 東海ステークスなどがで、登場です。エネループまだ取ってないのか。ここがやっぱり試金石になるよね。初音ミクとロケットマンのライバル争いです。アリエッティ、コシアガーマイ、アイマックとフサイチパンドラか。スピードは素晴らしいな。他の値がな、健康はいいのはまあ良いしとして、何でしょう、天城さんだ、99ですね。もちろん1月4週であと1つか、普段は。ではあのローテ決定いきましょう。何これ、ヘビロテだ。ヘビロテってまだ入球してないよな。ヘビロテ早めですね。パワーもあります、瞬発力もある。健康がややな、落ちるよな。指示できるわけはないよな。まあ蓮舫から見ていきましょう。クイーンステークスかぶってんな、蓮舫とフィッツ、フィッツは遅めですが重賞を取りたいんですよね。戦力はいいと思う。ヒッツの方がこれ譲りますか。うん、このフェーブルいるし、カタオツイッターいるから、やるとしたらもう3歳チューリップ賞とかか。譲れないよなこれ、普通に考えたら。ヤシンスはダート、芝のみなんで譲れないか。直接対決は避けられないか。残念ながら避けられないですね。ちょっと蓮舫は様子を見ましょう。でマイガールが
もっと距離が伸びた方がいいと言ってますね。これは、まあ、一周放牧しましょう。で、ヤマガールが今週軽音は出るんで、この辺は休めない。もうスピード S、 健康 B、 パワー A など、結構数字が固まってきた感はある。まあこれだからな。で、ツイッターが如月賞か。ちょっと心配だな、調子が落ち始めてる感があり。あ、野の鳴りか、早く直さないと。あ、でもないんだ、ないんだ。一周放牧する？久々に賞だから嫌だけど、あえて放牧します。インサイトはリズンスターです。これは休むことできませんが、逆にここで放牧かな。iPhone がチッピングノートン、 iPhone は2勝です。なんとか勝っても頑張ってほしい。グーがアルデバラン、じゃあオープン特別か。で、香港ゴールドカップ、あと3勝。送り人はもう取ってるからな。短距離戦か。ブルーレイちょっと疲れが嫌だな。フェブラリーステークスか。これ休んで臨みましょう。ね、そしてアラフォーです。次は中山記念、ちょっと疲れが2週分ある。いや、まあでも回復するか1周でいい。放牧してたらその分鍛えられなくなりますからね、そういう意味でも。さあ、ブエナビスタですが、20戦16勝はすごいな。ここにはルーラーシップがいるんで出る必要はないからな。ブラックキャビア、アルクオーツスプリント A まで待機です。で、花盛り、ラキスタ、ちょっと疲れは心配ですが、でもまあ頑張ってもらいましょう。でもラキスタ楽勝じゃなかったしな、出していいのかな。芝も悪くはないけど、だからここ出してもいいんだけど、まあダートの方がいいんだろうな。ここだと距離が長い、だからフェブラリー出すしかないんじゃないかな。あー、でもラキスタだと出すと枠から省いてしまう。しか泣く泣くこっちに、60キロ。まあでも小倉記念でもいいかもね。ダートで言うとこの辺か、黒船賞で。まあ仕方なしですね、
これは本当は出したかったんだけど、ちょっと枠が埋まっちゃってる感じです。そしてニコニコ、ニコニコは発祥ですが、あ、芝か、じゃあもう大丈夫だ。ヒーローが宮記念杯、まあいいと思うんですけどね。でも宮記念って被るだろう。送り人にはかなわないよな。やっぱり海外行くしかないと思う。しかし海外精神力 E プラスはまずい。ああ、しかも任せてください言われちゃってるし。ヒーロー海外どうなんだろうな。実績は上げられてないよな。ちょっと絆コマンド、投手を上げろ。でもやっぱり安城の教えですね。どうしよう、宮記念か。調子は上がってるんだけど、これ芝か。もちろん武豊か。ナバは今週です。エネルフォー今週、ここは試金石になりますね。フェイトはどうなんだろうな。ここで勝ててないのにフェブラリーは無理があるだろう。フェイトはもう厳しいと思うけどな。あ、フェイト G1 取ってないしな。 もっと伸びると思ってたのにな。残念だな、ほんと。ドリームジャーニーか。ここ勝たなきゃ嘘でしょっていう感じのレースだよな。でキャンキャンいいと思います。スマートハルコンはフェブラリーへ。まあ一周放牧でいいんじゃないかな。オーケンブルースリーがなんだこの疲れやばい。でゲド戦記、確実に勝てるレースを選択して出るしかないですね。次にやったらまだ引退示唆されてない。ブログも大阪杯か。まあ受賞してるんでもう文句ないとこですね。距離適戦は問題ない。
さあこれで出ていきます。アンカツ52歳なんだな、もうこの時点で。首位候補の一角か、厳しそう。イナバウアーか、これはエネループということで、ただフリー要素もいますんでね、安心はできない。お、あの買い始めてますね。告白が淀川さんとか、バッカル、花車、ベジタブルなどでは、ネクスト。ペガサスワールドカップ天の冬ソナです。2番人気か、119、ワイズダンが121。ダメだ、ゲームオンリュードがいる。終わった、何もなんでもこれは厳しすぎる。まあ先方先行策は有利だと思うんで、これかけるしかないです。ダイジェスト、ガルフストリームパーク競馬場 G1 ペガサスワールドカップダート 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ追い出すが、さあ詰まらない。意地のぶつかり合いだ。ゲームオンデュード抜け出した。2番手は天の冬ソナ。ゲームオンデュード1着、2着は天の冬ソナ、3着にワイズダン。勝ったのはゲームオンデュード、見事な勝利です。ペガサスワールドカップターフ、天の芸能戦記2番人気、1番人気ジオポンティ、これも強いぞ、132。カレージャスキャットとかもいますが、コートビジョンとか協力馬が多いな。ダイジェスト、ガルフストリームパーク競馬場 G1 ペガサスワールドカップターフ芝 1900m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ちょっと届かないんじゃないかな。日米王者の争いだ。ジオポンティさらに突き放します。2番手までか。リトルマイク、ジオポンティゴールイン。2着は天の毛と戦記、3着にリトルマイク。勝ったのはジオポンティ、見事な勝利です。さあ川崎記念ゼニアッタ登場となります。天野キャンキャンもいるんで2頭出しだよな。さあ川崎記念にゼニアッタ登場です。1番人気ゼニアッタが1番人気、天野キャンキャンが2番人気です。天野キャンキャンは先方変えられますが、あんまり変えるメリットはないな。レース行きましょう。川崎競馬場の地方交流重賞 JPN1 川崎記念だと 2100m で行われます。こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ホールモード、コースタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけてホールモード行きました。ホールモード先手を取りました。 G1 2勝天野キャンキャン2番手を追走、その外からフサイチセブン、グローブシエラ、それに続いています。ブルーラッド、すぐ後ろカウントオンゲーム、それに続きます。その隣にカラフルスパイラル、すぐ後ろにナイキハイグレード、これに続いてアラブペンション、赤の帽子ゼニアッタ。さあ、うちにいますね、ゼニアッタは。最初のホームストレッチにかかります。その外にバスールダンフィ並んで13番、天野キャンキャンが濃いかな、3番手。最高峰にシルクメビウス、
各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭に戻りましょう。1番天野キャンキャン一気に先頭に立ちました。並んで12番フサイチセブン、その後ろからはグローブシエラ、すぐ後ろにカウントオンゲーム、その外にブルーランド、これに続くのがフォールモード、すぐ後ろにカラフルスパイラル、並んで8番アラブ。さあ最高に下がっちゃいましたよ。ハイグレード、その外にカーシャルクラウズ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭ですね。一方キャンキャンはさあここからゼニアッタ上がっていった、強引に押していくゼニアッタ。短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、先頭だがキャンキャン、先頭でもゼニアッタがもう来ている。後続の手応えもいい。ゼニアッタかわした。2番手は天野キャンキャン、先頭はゼニアッタ、すごい末脚。天野キャンキャン3着にブルーランド、やはり中央の馬が強かった。勝ったのはゼニアッタ。強引に歌馬を押して上がっていきましたからね。あ、ドバイ行きましょう。まだ多分ドバイ取ってないんじゃないかな。これで実はあのドバイワールドカップのステップって川崎記念がぴったりなんですよね。そして東海ステークス天野エレループ一番人気となっておりますが、でも振り遅いですね。風のドライブもまあ有効ではあるんですが、ダイジェストです。中京 G2 東海テレビ杯東海ステークスダート 1800m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。誰カジノドライブ、先頭カジノドライブだ、怖い。3馬身から4馬身のリード、残り だがもう来ているぞ、後ろから。やってきた、前に迫る天野エネループ、先頭を伺う勢い、エネループ先頭だ。天野エネループかわす、先頭は天野エネループ、1着でゴール、2着は微妙です。天野エネループ見事な勝利です。 G2 も取りましたたんで、これでもういけますね。フリオーソが2着でした。このまあ覚醒なんでギリギリまで走れます。さあ若竹賞型の山がある登場、牝馬限定だっけ、多分違う。人気は12番人気か、全然ダメだな。ちょっと厳しいな。1番人気はウィンドシャガーとなっております。ダイジェスト中山3歳1勝クラス若竹賞芝 1800m です。さあ直線に入りました。これからでも勝負になりますよ。先頭残り 200m を通過して、先頭は依然として、あ、これ勝てる。片野山がある。2番手はハイメンバー、あっとびっくり。ようやくウィンドシャーガー、片野山がある。強い強い片野山がある。圧勝ゴールイン。2着はハイメンバー。これは物が違う。片野山がある。12番人気なので物が違うと言われる山がある。しかも2着は13番人気のハイメンバーだった。大掛け、あんまり大掛けいらん。 AJCC です。天野イナバウアーと天野想定内、イナバウアーが1番人気、想定内は G3 でも勝てないからな。他クラブ馬凱旋リベンジ、凱旋キアイダーもいるな。最終年だな、キアイダーは。
キアイダが2番人気になってるや。あとペルーサなんかも言います。さあ想定内は戦法選べます。でもこのままでいきましょう。ダイジェスト、中山 G2 アメリカジョッキークラブカップ、芝 2200m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アマノイナバウアー先頭、残り 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はスマイルジャック、アマノイナバウアー、この馬で決まりか。アマノイナバウアー打ち切りですね。段違いの強さです。2着はペルーサ、3着に東方アラン、これが G1 馬だ。アマノイナバウアー想定内は4着でしたね。キアイダーは9着に敗れてしまった。お、岩田騎手膝レベルアップ。想定内は、うん、まあ今週は慶応のみ、しかも抽選です。慶応は新馬戦勝って、お、2400か、そうだ、距離延長に挑戦したんだ。お、フリオーソとライバル関係になりましたよ。こ、2頭とも交流重賞ハンター。コンプトンソネット、お、清武優衣子だ。あー、お前、さあ今度は高齢馬からいきましょう。冬ソナ、どうする、冬ソナ出す。まあ冬ソナはもう満たしてますからね、企画。まあ出してもいいけどね、オーバーしちゃうんだよな。エネループがまだ取ってないしな。ゼニアッタは行きません、ゼニアッタはもう、あ、次はドバイワールドカップです。頑張ってもらいます。カーダ騎手頑張ってもらいましょう。なのでどうしようかな、フューソナ悩むな。個人的にはあんまり出したくないとこだが、まあ出さんでいいかな。ロケットマンいんのか。距離適正が1500。サージカップか。まあゲーモンリュードがいて無理だな。出したとこでここかな。でブログが大阪杯、大阪杯でいいのかな。あ、大阪杯か。
想定内は金庫賞、まあ妥当かな。金庫賞3月を3週なんだ。で、ゼニアターはご覧の通りで、ハウルが大阪杯、ハウル12勝か。で、スマートハルコンがヘブラリー、ゲド戦記が大阪杯か。でも大阪杯じゃないような気はするな。ゲド戦記は変えましょう。マイル戦、ドバイターフです。ゴルディコバとか言いますが、ゲド戦記10勝上げてるし出しちゃっていいんじゃないでしょうか。武豊乗せようかな。マジマ騎手って何勝だっけ。まだこれだと安心はできないよな。EJCC を買ったイナバウアー、まあ妥当ではあるけどな。でもまあ金札獲得した馬ではあるから2400もいけなくはない。まあ、ドバイシーマという手もあるし、オドルフィンマイルなんか出る馬いないのかな。ランベットあたりに登録しとこう。で、エネループはもう東海ステークスが良かったんで勝負しに行きます。で、フェイト、うん、キャンキャンは惜しかったよな。2着か。でもちょっと短いな。1600は。マジカップを誰出すかが問題だよな。インプレス杯行きましょう。ヒーローは島田と両対応です。嫌だな。で、つぼみが ブエナビスタか。ブエナビスタ2400は微妙に長い。で、ブラックキャビア方、初音ミクは専用の2100。ドバイターフでもいいけどな。あと2勝です。ただドバイターフだとレベルが高すぎるんで、ここ行きましょう。クルモアクアシック、でラキスタが黒船賞か。でルーラーシップは香港ゴールドカップへ。でその後だと距離適正の幅が少ないよな。例えばランベットとかだけど、
の一周かな。まあここもいいんだけどな、まあ、ここにちょっと登録はしとくか。武豊乗ってくれる。でクイーンズシルバーですよね。送り人は旧勝か。でブルーレイがフェブラリー、アラフォーが中山記念。そばにいるねってどうなんやろ。大阪杯か。大阪杯なのかな。中山記念あたりだろうな。中山牝馬ステークスでもか。でそうでない海外のレースだとジュベルハッタとか弱そう。あここなんかも面白いですよね。6600万もらえるのか。まあ、あなんか弱そう。ここ行ってみましょう。そばにいるね。もちろん竹豊で削除。アラフォーはかぶっちゃうんだ。カーダ騎手。で、そばにいる電話でいいか。で、iPhone。iPhone は1200の2100か。トゥルースも出るんだ。トゥルースちょっと足りないんじゃないかな、G2。仲間記念は距離適正は悪くないけど。これは大商店あたりでもういいと思う。でカレンちゃん黒船賞とか言ってますが、さすがにちょっとかんそろそろ出ないとダメだよな。これは違う。何これ。どんなレースだ。まあ弱、このまま行ったら弱いレースだけど、ずっとこれで終わるかどうかわからんもんな。まあマディソンステークスを第一に考えましょう。黒船はでも別に出てもいいんじゃない。ラキスタがいいのか。じゃあ譲ろう。一生懸命になってもらおう。でグーがアルデバラン。悩むな。そろそろ出場馬を決めないといけないけどな。インサイトがリズースター G2 です。両方がリンカップぶつかる。いやスミレステークスか。距離もっと伸びた方がいいんだ。いつも出てくる。これ3頭ぶつからないか。あそうでもない。てかフィッツこれでいいのか分からんな。マイガールは本当に強さ発揮しますが、
スミレステークスじゃないような気はする。まだ1勝クラスだよな。しっかり勝ってもらえばいいと思う。あ、ここを出す手もあるし、ここもチャンスあると思うけど、まあ拳章あたり行ってもらいましょう。で、ケオンがこれですね。ちょっとダートバだったらやっぱりゼニアタに頑張ってもらうしかないか。でもゼニアタじゃないな。フューソナなんだよな。とただフューソナじゃ力不足ってとこだな。お前取る気あるのかって言われかねない。じゃスマートハルコンか。スマートハルコンだな。ドバイ行きはさあ、ドバイじゃない、サウジ行きは、こんな感じか。あとジョッキーが被るレースがはないな。大丈夫。トゥザレジェンド、バイカショー、型の剣音登場です。2番人気。ただ本誌は本命です。シンポリーレギュラーが1番人気か。戦法変えられます。やってみるか。ダイジェスト、京都一勝クラスバイカショー、芝3歳、芝 2400m です。第4コーナーをカーブして先頭だが直線コースに入りました。持つのかどうかですね。先頭差が広がる広がる。残り 200m を通過して片野圭音後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。ちょっと足が鈍っている。先頭は危ない危ない。1着でゴールイン。2着はシンボリレギュラー。3着にギュスターブクライ見事に勝ちました。片野圭音ネギステークスクラブバーラベリータ登場。ラブミーちゃんとかセレスハント、ナムラタイタン、あ、アドマイアスバルですね。ダイジェストです。東京 G3 ネギステークスダート1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ラブミーちゃん先頭、1馬身から2馬身のリード。セレスハント懸命に追いすがります。ラブミーちゃんしぶといよな。外からミオンディスク、内からアドマイアスバル。残り 200m を通過して一気に後続が抑えかかってきた。つまんない、あ、足が鈍ってきた。抜けた。2番手はラブミーちゃん、ナムラタイタン、ゴールイン。2着はラブミーちゃん、3着にミリオンディスク、見事に勝ちました。ナムラタイタン、
3頭ですね。まず、慶応フィリーズレビューか、まあ、フィリーズレビューは別のジョッキーにしましょう。1410って大距離足り、どうなんだろう。福永騎手てか岩田騎手、デビュー戦の岩田騎手に任せてもいいかも。岩田騎手の方がいいかな。主戦は岩田騎手だな。あ、そっか、岩田騎手が使えないからか。じゃあ、勝春でいいんじゃないの？ダメなの？ああ、ダメなんだ、勝春。吉田隼人とか、藤岡祐介。シューバー増えてるのかな。116万はすごいな。アイスリードちゃんまだ動いてない。木舟さんもまだですね。もうなんか少ないな。マイルで活躍できる馬って意外とないのかな。ではネクスト。さあ記念天の花盛り登場一番人気、クラブは凱旋ダイヤパルもいます。そして2番人気はキングスエンブレム、有力馬ですね。こちらもダイジェストいきましょう。佐賀競馬場 JPN3 佐賀記念ダート 2000m の地方交流重賞です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。天の花盛り先頭突き放しにかかります。残り 200m を通過して先頭は天の花盛り、残り 100m。 つまらない。2番手はキングスエンブレム天の花盛り、この馬で決まりか。天の花盛り1着、2着はキングスエンブレム、3着にファイネルアワグラス、勝ったのは天の花盛り。しっかり勝ってくれました。そしてエルフィンステークスクラブバー凱旋歴女が一番人気です。ダイジェストいきましょう。京都オープン3歳牝馬限定オープン特別エルフィンステークス芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。
クイーンズバーン先頭、前に迫るリアライズの夢、最後の追い比べ、先頭はリアライズの夢、残り 200m を通過して、リアライズ凱旋歴場迫る、凱旋歴場、凱旋歴場勝した、何とか勝ちましたね。2着はリアライズの夢、3着にグリーシャンタイプ、1番人気に応えました。凱旋歴場見事です。そして天の宮登場、一番人気グリグリです。ダイジェスト、京都オープン特別アルデバランステークスダート 1900m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ファルコンツェルト先頭、あと 200m 天の宮追い上げてきた。凱旋ジュピター、必死に追います。天の宮差し切った、うん、2番手は凱旋ジュピター、力強い姿勢、強い強い天の宮、圧勝ゴールイン。2着は凱旋ジュピター、3着にオンリーミスワキ、これはものが違う天の宮。そして、東京新聞杯凱旋クラブ馬、凱旋大振り登場、3番人気ですが、1番人気はエシンアポロンです。2番人気が光るアマランサス、ダイジェスト、東京 G3、 東京派新聞杯芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天馬ドーン先頭、内からぐんぐんとエイシンアポロン、ここで先頭はエイシンアポロン、外からストロングガルーダ、残り 200m を通過して、さあ叩き合いだ、いやアポロンが抜け出したか。ストロングガルーダ、エイシンアポロン、差を広げるエイシンアポロン、1着、2着はストロングガルーダ、3着にマジソンタフェ、1番人気に応えましたエイシンアポロン、見事です。凱旋大振りは6着に終わりました。そして如月賞に型のついたリードスさん登場です。型をついた1番人気、印はグリグリです。オールアズワンとかが対抗になりますが、ヘルカイザーがいますがね、ちょっと厳しいな。ダノンバラードの方がむしろ怖いぐらいだ。ダイジェスト、京都 G3 如月賞 NHK 賞3歳芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オールアズワン先頭、外から肩のついた先頭、残り 200m 一気に後続が抑えかかってきた。さあ外の方伸びがいい、いや肩のついた、さあつまらない、肩のついた、粘る、肩のついた、粘った。1着、2着はダノンバラード、3着に当選だ、1番人気に応えました肩のついた、重賞制覇です。重賞ナウ、自在性、ドラッカーが、さあ海外3レースですね。出たんだろう、3頭か。まずツイッタースプリングステークス、重賞初制覇しましたね。
2000がやっとってとっかな。むしろ NHK マイル行かせた方がいいかもしれない。予約しときましょう。ちょっと喉内早く直したい。でも無理ですね、まだ。ちょっと待ってよ。本当に無理なのか。あ、まだ無理だ。レジェンドか。大鳥軍団のすすめなんてあるんだ。なんだこれ。おトレブだ。これが大鳥軍団のすすめになると何？他もありますね。おっと、音楽になってる。ロゴタイプとかダノンレジェンドがいる。黒影か。スピードが上がるんだ。あ、さっきのローテの続きです。さて、ツイッターがご覧の通り、アルデバランを勝ちまして、次はソーブステークスか。4歳馬なんで重賞いってもいいんじゃないかな。もっとも多分放牧するけどな、3月は。ダイオライトはつぼみが出るんか。マーチステークスか。マーチステークス、まあいい勝負してほしいけどな。まあ出すか。で、そして花盛りは、なるほどな。まあ、わからんでもないけど、疲れ的にまあ、2周放牧するから、その後どこに行かせるかですが、まあ、ね。いや、宮杯は行かせないよ、これ。そんなこと言ってる場合じゃないかも。ダート路線もいいかもしれないですね、むしろ。これ行こう。ルーラーシップ最上位、楽しみです。フェイトが出ますが、トゥーザグローリーの後陣を排してるな、人気では。さあ、オルフェーブル、ここはもうしっかり通過点で見ましょう。片
とツイッターが重賞制覇です。エシアポロン、じゃあネクスト、ディズンスターステークス、カタノインサイト2番人気か、110、まあ分からんけどな。1番人気はアートエレベート、よう分からない。ダイジェスト、フェアグランズ競馬場 G2 リズンスターステークス、ダート 1700m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。バイドバン先頭、外からアートエレベート、バイドバン先頭、2番手はアートエレベート、バイドバン、バイドバン1着、2着にはどうやらアートエレベート、伸びなかったな。3着にウィルドウィンプライド、勝ったのはバイドバン、見事な勝利です。いや7着か、海外の壁ってとこでしょうか。香港ゴールドカップルーラーシップ一番人気です。129、110代後半の馬がいくつかいますね。ラッキーナイン、レースです。シャティン競馬場 G1 香港ゴールドカップ芝 2000m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アイドルエーテル、これはいいスタートを切りました。サイドアリディ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してサイドアリディが花に立ちます。その後ろからはアイドルエーテル、この馬も上がっていく構えです。さらにはキートゥザプラットル、無敗のサンタフェインサイド、その後ろ先手を取ったのはサイドアリディが、そして大きく離れてライクダイアトム、この位置です。その外にスワーブイグザンプル、内からはラッキーナイン、並んで古豪バナマイルズ、その横にレガシーガブスレイ、サムアンロス、すぐ後ろその隣にギャレイシェリー、後ろからの競馬になりました。ルーラーシップ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。すぐ後ろにスカイウォーカーアリディが、しんがりからソースブルック、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭に戻りましょう。前はサイドアリディが、2番手はキートゥザプラットル、サンタフェインサイド、3番手ルーラーシップ、まだ来ない。ルーラーシップ上がっていった、直線コースに入りました。サイドアリディは先頭、一気に先頭を伺う、ここで先頭に立ったルーラーシップ、2馬身から3馬身引き離す、内で食い下がるラッキーナイン、あと200、もうあとは引き離すのみだ。引き離しにかかります。2番手はレガシーガブスレイ、ルーラーシップ、この強い圧倒、ルーラーシップ独走、ルーラーシップぶっちぎりです。2着はレガシーガブスレイ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ルーラーシップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。香港ゴールドカップをルーラーシップ圧倒しです、圧倒しました。 G1 6連勝です。
次です、クイーンズシルバージェシー天の送り人1番人気137ぶち切ってます。勝ってもらいましょう。レースです。シャテイン競馬場 G1 クイーンズシルバージュビリーカップ芝 1400m です。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ヨーロッパプロモーション、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくヨーロッパプロモーション行きました。続いて前へ行くのはパルダルシエラ、さらにはヤーンユニオン、古豪リズミックコーラル、その後ろ先手を取ったのはパルダルシエラ、間が空いてリタラリーゴリムスキー、エイコンアクトレス、そのうちに続いています。並んで7番ベストジュニア、トラディションフォール、この馬もこのグループ、すぐ隣にアンバサダーレコード、その横にウェディングマリーン、その外にサンディートレジャー、天の送り人、後ろからになりました。オレンジの帽子ウェーブロング、その後ろ最終コーナーを送り人上がっていった。入りました。アルデルシエラ先頭、しかしその差はわずか。粘り込めるか。ここで先頭に立った天の送り人、2馬身から3馬身引き離す。あと 200m 後続を大きく引き離しました。2番手はアルデルシエラ、後続は大きく離れました。天の送り人独走、天の送り人ぶっちぎりです。2着はアルデルシエラ、3着にヤーンユニオン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の送り人、まさしく日本が世界に誇れる馬です。鉄砲そんなにいらん。小武士賞、肩の舞がある出走です。2番人気、オシャンブルー。ひとまずダイジェスト、京都競馬場3歳1勝クラス小武士賞芝 1600m マイル戦です。第4コーナーをカーブして、さあ先頭に入りました。仕掛けに入る先頭、あと 200m 一気に後続がやってきた。だが残り 100m、 これは食われるぞ。抜けた、一気にオーシャンブルー、大隅を、大隅を1着、2着は微妙です。勝ったのは大隅を。5着まで沈みました。クイーンカップ、2頭出しになってしまいましたね。2番人気は天の蓮舫、4番人気は天のフィッツ、1番人気はクラブバホエールキャプチャーとなりました。ソホエールキャプチャーが本誌も本命、他ドナウブルーなんかも有力馬になっております。さあこの後他の馬、変えられますが、前に行く馬多いからこのままだろうな。入れ替えてもいいかも。ダイジェストいきましょう。東京 G3 デイリー杯クイーンカップ芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オマージュピクシー先頭、外から勢いよくドナウブルー先頭、ドナウブルー早くも先頭、ホエールキャプチャー、外からドナウブルー、残り 200m を通過してホエールキャプチャー、余力は十分、さらに引き離していく。2番手はドナウブルー、ホエールキャプチャー、ゴールイン、2着はドナウブルー、3着に天の蓮舫、1番人気に応えましたホエールキャプチャー、見事です。蓮舫3着、フィッツ4着。
バレンタインステークス、凱旋ときっかけ、凱旋フィート、ダイジェスト、東京オープン特別バレンタインステークスダート 1400m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。大勢レジェンド先頭、前に迫る凱旋フィート、ここで先頭変わりました。先頭は凱旋フィート、外から勢いよくゴールスキー、先頭あと 200m、 やばいな。さらに足を伸ばす。2番手は凱旋フィート、ゴールスキー先頭だ、ゴールスキー1着、2着にはどうやら凱旋フィート、3着に凱旋ときかけ、勝ったのはゴールスキー。共同通信杯オルフェーブル1番人気、ウィンバリアシオンとの対決です。サバニキがエルエベレストか、オルフェーブル、ウィンバリアシオンとも追い込みです。ダイジェストいきましょう。東京3歳限定 G3 共同通信杯、芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。中山ナイト先頭、一馬身から2馬身引き離す、内外で追い込んでくる。2番手手応えはどうか、オルフェーブルまだ後ろ、懸命に前を追っています。いやもう先頭、残り 200m、 オルフェーブル引き離す。オルフェーブル2番手はウィンバリアシオン、オルフェーブル今ゴール、強い段違いの強さです。2着はウィンバリアシオン、3着にアドマイヤケイサス、オルフェーブル見事一番人気に応えました。そして京都記念型のフェイトが登場ですが、型のフェイト1番人気、2番人気凱旋キアイダーとなっております。凱旋キアイダークラブワイス、 AGCC は良くなかったですけどね、本州本命ですね。型のフェイトもなんか不安定ですね、印絶対とは言い切れない。アネストリーもいますからね、ドリームジャーニーも怖い、みんな怖い。ダイジェストです。京都 G2 京都記念、芝 2200m です。さあいよいよ直線の攻防、アーネストリー先頭、差は3馬身、後続の手応えもいい。型のフェイト必死に追います。この差は果たして縮まるか、残り 100m、 一気に型のフェイト、アーネストリーここまでか、先頭は型のフェイト、一着でなんとか勝ちました。アーネストリー三着にドゥーザグローリー、型のフェイト見事な勝利です。G2を突破です。さあ5頭ですね、海外2頭、フェブラリーは2頭、エレループとブルーレイ。ブルーレイは4勝か、エレループはまだ取ってない。ただ東海ステークス取ってるんで勢いは
増してるはず。アイフはまだ2勝です。ここはしっかり取っておきたいところ。ヒールはまだ取ってないんじゃないかな。なので厳しい戦いだとは思うんですが、メンバーは車はクラシックってこれ結構なレベルだと思う。でもこちらは次回ですね。さあ煽り VTR。真冬の熱い戦いオールラウンダー、マノブルーレー、その名は希望、エスポアルシチ、トライセンド、エネループ、なんと激戦のフェブラリーになりそうです。ピュアスノーだ。送り人ありがたい。これ全然使ってない。さあ蓮舫は残念ながら3着に敗れてしまいました。次はチューリップ賞とか言ってますが、チューリップ賞じゃないな、これ。もちろんあの桜花賞には出ますが、チューリップ賞じゃない。チューリップ賞は間に合わない。ホエールキャプチャーとかいるしな。アネモネかな。まあ直行で、直行という手もあるんじゃないかなと思います。で山ガールがスミレ、ただ本当は休みたいかも。でオルフェーブル、ツイッターは一周放牧。モナにいい加減直したいよな。アメリカンオークス取ってんのか。特に敵はいないんでここは突破してもらいましょう。でトゥルース、どうなんだろうな。でもパッとしないよな。カレンちゃんはマディソンステークスなんで、ここはホームクです。でグーです。マーチステークス一周放牧。でも休んでないか。でブルーレイがこれは放牧せざるを得ないよな。出た後ちょっと待って、ブルーレイの成績は4勝か。まあ、どこ走るかはまだ未確定ですね。あ、どうもちくわ大名人、ソロ、あ、早い。2002年進め方あり、やっぱり早く進めようと思ったら早く進められますからね。結局一頭一頭見ちゃってるからペースがすごい。もうすぐ
2年半以上かかってしまってます。こちらはなんかもったいないな、1回しかできないのはもったいない。ここ買って、なのでいつ頃買われました？ベナビスタは一周放牧、ドバイゴールドカップニコニコ、これは出します。ゴールドカップってダートレースじゃないか、ダートじゃない、フューチュリティは一頭強い馬がいるんじゃないか説ですね。あれ何これ、クールモアクラシックってね、の3月だったら1年まだ経ってないですよね。なので2002年だったらまあ早く進めたり、あの限定馬やればまあ余裕でいけるか。ちょっと次のあの10のシリーズ買うときは進め方考えないといけないですね。ちょっとなんか遅すぎた感はあります。3月2週、ナバウは大丈夫かな。ネループが今週で、あとキャンキャンはん、なんだこれ、あやばい調子が落ちてる、やめよう。ん、何を棒に振るんだ。プレス杯か、まあいいや、また考えよう。スマートハルコンがをサウジカップに出します。オッケンブルースリー、ちょっと調子上げないとな、いかんよな。調子上げていきましょう。オッケンブルースリーを何としても金札取らせないといけません。江戸戦記、これは一周放牧ですね。でゼニアッタも多分同様だと思います。でハウル、ハウルは12勝上げてるのか。でブログも金札だから、大阪杯はでもいいと。まあ一周放牧するか。で冬ソナ13勝、うん、賢さか、ゼロになった。クラブ場は何かブルー赤のアコに見えなくもないな、天本こと。あかん、買ってる人がいない。新たになんで UK なとか買わないんだろう。
この辺の新規参入勢も買ってもいいんだけどな。お、有形なプラスになってますね。なんかこの辺は稼いでるな。16とかも買えばいいのに。ルーラーシップ iPhone 最上位楽しみです。小四郎まだ300勝だったのか。トライセンドなんだ。このでこれが長距離戦ですね。ヒルノダムールか。はい、ということで、はい、今回はここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。今回は1月1週間始まって冬競馬を進めることができました。あと冬競馬フェブラリーを残すのみ。3月から春競馬スタートということで、7週分進めることができました。次回からおそらく週の進みは出走レースが増えるんで短くなるかと思いますが、海外も含めて G1、楽しみに見ていただければと思います。今回はここまでになります。この配信は Twitch でお届けいたしました。 Twitch アカウントフォローぜひお願いします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please。また、アーカイブを YouTube で公開いたします。2日後6日21時からプレミア公開いたします。ぜひこちらでもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live Archive My YouTube Channel プレミアライブ2 days after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォローリポストいいねお願いします。 TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト9/2021ライブ配信を統計いたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。